シンプルケートリング、レッツゴー。すべての事件、すべての捜査が私を正義へと近づけてくれる。ミニオンが出撃しました。ナギ、うれ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 。ほうが注目だとバンクタリンが目正しいです。うれ、中国だとタンクサミラ、俺サミラが出た当初やってたぞ。まさか俺がメタだったのか。事件を解き明かしましょう。標的を捉えた。何？外した。デスクワークよ、こっちが性に合う。やばい、急にフラッシュしろ。あ、当たってねえわ。大丈夫やぞ、別にこれ。ミスった。頑張れ、あとはセナ。どっちもやれるんちゃうんかい。味方が倒されました。いいなあ。さすがにファイトじゃないそれ。え、待って、間違えた。あー、最悪、危な。絶対いるの分かってたから警戒してたけど、早くしてよ俺のこと。撃ってくんね俺に。いや、ダイエナがフラッシュ Q してくるかなと思ってフラッシュに手かけたら暴発した。新しい足跡。事件を解き明かしましょう。敵を倒しました。間違えた。タワータワー。キリングスプリー、標的を捉えた。ん？シャットダウン。常に周囲に気を配る。アデュー、バイバーイ。やべえ、これ無理や。いけるわ。あー、ケイトリン強え。デイデイと対抗ケイトリン最高。
レストアイルに祝福。デレートなんて言っちゃダメか。プチレート。プチレートです。すいません。間違えました。ビルドキモくね。なんか入んねえと思ったら俺ダガ入ってんのが。ビルド切ったね。プチレート。眠れぬカット、インテリアレート。ここまで行くね。帰ってこれんの？お前天才かよ。あ、うまい。ただひたすらにうまくね、今の。わー、サステイン、サステイン。あー、うまかったけどな。誰この瀬戸。トップレーナーの瀬戸で、コサ難強。どこさんの何枚組んで TV です。どうも皆さんこんばんは。何枚組んで TV です。今日もやっていきたいと思います。アンマイくんねー。味方が倒されました。川破壊しすぎ。殴り合うで、わしは拳で、拳でいったろかい、拳でいったろかい。やな、何枚くんねん TV してない。さばいていく。今日もさばいていく。なんかでっかくなってる。すげえ、でけえよ相手。無理だこれ。敵のキリングスリー、味方が倒されました。何枚組んでん TV なんやけど。普通になんで 4なんで4枚おんねん TV。 これ新しくね、ちょサブシャンも作ったんですよね。なんで4枚おんねん TV。 どうすかね。新しいシャットダウン。敵のタワーを破壊しました。犯罪はそこら中にあるけれど。来いよ、かけて来いよ、あかり。おいおいおい、腰引けてんねー、腰引けてんねん TV やん。はい、そこはトラップありまーす。なんで俺が最初に置いたか分かってねえようだな。腰引けてんだよ。すぐ来るからね。何枚でも訓練 TV になるから。なぜなぜ。なぜなぜ。今アシストもらえるんだ。
こってみろ、ここ。ここ通ってみろよ。ルルちゃん遊ぼうよ。何？シャットダウン。エンゲージ。味方が倒されました。敵のチャンピオンから退却。やばい。ルルだけでも。オッケー。倒されました。やばいとか言いながら絶対来るの分かってたけどな。来ないわけないもんな、今ドラゴンマグロに。分かる、分かる。味方が倒されました。今初手アイーだ、本当だ、行かれてんね。ドラゴンを倒しました。ルナって実はクリティカルのダメージ下げられてて、でスタックごとにあのクリティカル率が勝手に上がってくから後半に積むだけでよくて、よく反応した。ルルちゃん、ねえ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 、ルルちゃん、ねえねえ、ルルちゃん、許さないよ。何 HP ねえよ。イエーイ、いいね。敵を倒しました。エース、ビクトリー。ヘッドリンいいじゃん。ドスコイマン最高。犯罪はそこら中にあるけど、ゴツゴツダメージだ、ゴツダメージだ。え、あんだけ頑張ってグラガセ2万5000でこんななんか適当にやってケイトリンで3万1000も出るんだ、最高だな。ダメージよな。なんか久しぶりにケイトリンのコンボ解説もしててあげるか、適当にケイトリン使ってくれ。ワンダキ、やっぱワイリフってスピード感あるな。スピード感あるよ。うん、ワイルドリフトへようこそ。今けど123上げ、123上げです。これ連戦適当に9振ってください。ミニオンが出撃しました。連戦はね、こうね、あ、レベル6にしようか、こいつも。人の知らないことを知るのが、ここね、まあ、ミニオン巻き打ち突っ込みつつでもいいんでね、9狙ってハラスしてあげてーと。で、まあヘッドショットは敵に当てましょうっていうのと、まあ、あとタワー下とかでねよくあると思うんですけど、まあ、こうやってこれね、このトレードが強い、このトレードがシンプルに強い。で、まあ、あとできるならまあこういう狙ってこねえかな、もう一回。まあこういう直線上にしか歩いてこれないような
キャンプだと3、1、2を置いとけば、まあ踏む。3、1、2はね、こうちゃんと置いた方がいいかも。こうやってちょっとまあ間とかねに置くのがまあよろしいです。あとまあ2踏ませて、2踏まねえな、なんなんやお前、避けすぎやろ。2踏ませて3、1ヘッドショット、ヘッドショットね、これも強い。まあ、基本セットよ、もう全部これだけできればもう勝てますよ。で、あと、あ、今やってこなかったんだな、このサイレンスを、サイレンス打ってくんねえかな。こう CC 食らうときにこうやってちゃんとタイミングよくやれば、まあ、マルファイトのウルトとかも安定勝ちできる。ノックアップ効果を消せるって言ったらいいかな。なんでケイトリン使える、使う人はね、それのタイミングをね覚えた方がいい。俺はもう忘れた。昔はできてた。これかな。まあ、あと適当にもう、あとはもう適当に2よ。2を適当に置いとくんよ。踏んだら3、1。で、これ。もうほぼ死んでる。相手の ADC。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。